헤이 익센 쇼타임 마이크 체크 익센 익센 본지스와 중국어도 대왕하고 미츠이데 하나시마스 대왕진도시대의 의견도 含めるので 완전적인 중립じゃないかも ご了承ください 대왕대와 도키도키 지분가 使える 言葉で 중국어를 指す言葉가 ありますか? この動画には中国語を中国人が使う言葉を指します 台湾人が使っている言葉で台湾過去を表示します まずは中国語と台湾過去は同じ言葉ですか? 似てるところが多いですか? 同じ言葉と思われません じゃあどこが違いますか? 今から説明します 比べたら中国語は台湾過去より下巻き音が多いです 台湾過去も下巻き音がありますが はっきり発音する台湾人が少ないです 私みたい下巻き音があまりできない台湾人もいます 発音がそんなに区別があった理由は 中国語と台湾過去の発音機構が同じものじゃない あと一つの理由は台湾人の性格がマイペースで 会話の時はそんなに発音を重視しません だから下巻き音の発音をはっきりしなくてもいいと思われます 中国語の文字は台湾過去より書き方が簡単です 台湾過去の文字は伝統的なものです 中国語の文字はみんなが読めるために政府が改良した簡単な文字です だから台湾過去より外国人は中国語の方を勉強している方が多いです 中国語と台湾過去の用語はいろいろな違い方があります 例えばデジタルという単語は別々の言い方があります じゃあいろいろな違いところがあっても 中国人と台湾人にお互い会話ができますか? 俺の経験により普通の会話が通じます その理由は中国語と台湾過去が似てるところも多いです もう一つの理由はこのインターネット回線が強い時代 中国と台湾の文化がお互いに交流できます お互いに相手の言葉をだんだん理解できます ここまで見てくれてありがとうございます 機会があれば外国語の勉強を始めましょう 新しい体験ができるかもしれませんまたねバイバイ